こんにちは川田です大倉誠のアメリカ株式40年投資大倉さん今日もよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますえー、っと今日は、えー、第99回とあと100回にあと1回と迫ってるんですけどもはい、えー、2024年9月のまあ定点観測を始めたいと思いますでまあお題は買い物リストを準備するということなんですけども、うん、えっとはい大倉です今日も京都からお話ししています。 投資、えー、はご自身の判断でお願いいたします項目としてはいつものような感じで、えー、景気動向、金融政策、バリュエーション、収益動向、センチメントの沼り、その他ということで見ていきたいと思います。 えーとまずその景況感ですね、ISM の数字、えーまあ、8月のものが出てきてますけれども、えー、製造業、これは市場予想を上回ってるけれども、引き続き縮小圏、この青の線ですね、えー、それで、えー、非製造業の方は、拡大圏、この分 えー、51.5ということで、えっと、このオレンジの線ですね、こちらは拡大圏をなんとか維持ということですね、ハイアフォーロンがのそういう引き締め策ですけれども、これはかなやっぱりかなり効いてるということだと思います、うん、で、製造業はかなり厳しい、えー、苦しい状況、で非製造業もですね底堅いとは言いながらも、水準自体は本当にあの50すれすれのところでなんとか踏ん張っていると、そんな感じなので、えー、なかなかやっぱりちょっと厳しいといえば厳しい状況と言えるのだかなと思います。 で、えー、インフレ動向ですね、こちらの方は、えー、消費者物価も緩やかな減速がずっと続いてますけれども、まあ、気になる生産者物価ですね、これは先月そんな話をしたと思うんですけれども、えー、こちらの方も、えー、7月はモメンタムが低下してきているということで、まあ、こちらのほあはインフレに関しては特に問題ないでしょうということだと思います。 で、えー、労働市場、こちらは8月の失業率4.2に低下、で平均時給の方も、税、えー、年比でプラス3.8に加速して、えー、予想を。 えー、上回るるよううなな形とととっているということですねただ、えー、雇用者数、非の、えー、農業部門雇用者数の方は、えー、14.2万人ということで、えー、市場に届かずということなんですね。ただ、このグラフを見ると、ですねこの失業率は、えー、上昇に転じているんですけども、うん、雇用者数は依然、増加しつ、えー、傾向にあるということで、えー、いわゆるその大,大きな解雇には至っていない。ここののグラフを見るとですねこの えー、この景気後退期を見ると、ですねこの失業率がガーンと上がってるっていうのもあるんですけれども、この雇用者数がやっぱり顕著に減ってるんですよねで、まだそういうような兆候は出てきていない、ここに来て、えー、伸び率が減速はしてきれてるけれども、大幅解雇には至っていないということですね、ですんで、えー、先ほど ISM のところで見たみたいに、全体的に厳しいとは言いながらも、 えー、この労働市場なんかで見ると、うんと,割と、えー、なんて言うんでしょうかねし、しっかりしているというか、原則はしているけれどもっていうような部分になるんじゃないかなと思います。 で金融政策について言うと、えーまあ、市場の予想は、このフェドウォッチ・トゥールによると、多分これ、皆さんもご覧になっていると思いますけれども、えー、利下げ開始は9月、で年末まで225ベーシスの利下げ、で年末、えー、予想値は4から4.25%ということなんですけれども、まあ、足元の,その、えー、テーマはやっぱりその9月の利下げ幅が25なのか50なのかっていうことですよね。 いやそれによって、えー、その後のパスも当然変わってくるんだと思うんですけれども、ただ景気は市場が懸念するほど、本当に脆弱なのかということですね、えー、こんなにガンガン利下げをしないといけないほど、 えー、ここから先良くないのか、まあ、実際そうなのかもしれませんけれども、まあ、そうは言っても、その例えば GDP n o w これ、ートさんの朝会なんかでもよく使われているやつですけれども、えー、第三四半期の成長率は、ねえー、2.1%のプラスと、えー、いうことなので、えー、これなんかも見ると、これが果たして本当にガーンと下がって、二四半期連続のマイナスになったりするのかって、ちょっと足元では考えられないような気はしないではないですね。 でまあ、製造業に関して言うと、これ、確かに製造業は厳しいけれども、えー G えー、GDP に占める比率っていうのは1割程度に過ぎないので、えー、これがそんなに大きな振幅を GDP にもたらすのかというようなことは、まあえー、心に留めておいていいのかなというふうに思います。 えー、っとそれで政策金利はまあそういうことですけれども、まあ、当然それを織り込んで長期金利の方、えー、こちらの方はまは 8, 8月の頭のところでこんな感じです、下にズコンと抜けて、まあ、要は景気後退を意識する展開が続いていると一旦戻り歩調になったけども、やっぱりあの下を見いるような、まあ、そんな感じの展開ですね。 はいでえー、バリエーション、こちらのは SP500 の予想の PR は、えー、20.5倍、まあ、見るものによって違うかもしれませんけれども、えー、引き続き、このいわゆる割高圏にあることは、まあ、間違いないということなんですが、ただその、GAFAM プラス NVIDIA、これを除くと16倍程度なんじゃないかなというふうに、まああの、ざっくりした計算だとそういうふうになると思うんですね。そうするとこのやっぱりこの バリエーションをですね、一括りにして議論するのも若干問題があるんだろうなと思うんですね。この6銘柄だけで、えー、確か30%ぐらいを、SP500 の30%ぐらいを占めたと思うんですけれども、うんえー、それを考えるとですねあの、これを全部で混ぜてっていうふうになって。 で議論していいのかどうなのかそういう言葉はあるのかと思いますただまあ、ね、トラディショナルな扱いで言うんであればやっぱり割高権にあるっていうような感じで認識していていいでしょうと思いますで えー、企業収益ですね、トップダウンで見ると、まあ、これあの、従来から使っている ISM の製造業新規、えー、受注指数ですけれども、うんえー、こちらの方が、えー、8月は44.6度というふうになっていて、えー、7月の47.4から、まあ、こういうふうに下に明らかに下がってきてるんですね、でこれを受けて、その,その指数の、えー、12ヶ月移動平均。 えー、これがついにあの、P、あの下向きになりつつあると。でこのい、えー、12ヶ月移動平均がこの SP500 の実績の EPS に先行しながら動いていくので。 えー、い,いくわけなんですけども、これ、まあ、実際、SP500 の、えー、実績の EPS も、えー、前年比で見ると若干減速気味ということなんですね、ですので、まあ、トップダウンの観点からは、えー、企業収益の伸びは当面鈍化すると見ていいでしょうと、あまあ、も,もちろん、このい,いわゆる循環的なところにフォーカスを当てればっていう議論になるとは思います。でい <laughs> 一方、ボトムアップで見た、えー、企業収益ですね、これは SP500、ナ a ダックともに、えー、絶対水準は緩やかに切り上がっている増加基調なんですね。で、一方で、前年比のモメンタムはこういうふうにピークアウトしつつ減、減速しつつあるということです。で、まあ、ピクチャーとしては引き続き Nasdaq の SP500 よりもいいというような形は続いているということですね。 で先ほどき、えー、バリエーションのとこでも見たわけですけども、GAFAM プラス NVIDIA っていったようなキャッシュリッチな大型有料株を除くと、えー、企業収益はかなり。 えー、厳しいんじゃないかなというふうに、えー、思います。で、えーまあ、実際、今後、その大型の成長企業が、えー、その収益的に持ちこたえられることができるかどうか、これがまた、えー、次回以降のです、ね、決算シーズンでチェック確認し,ながらしていくポイントの一つかなというふうに思います。えー、それでですね えーまあ、センチメントこちらの方は、えー、a i 個人、まあまあ、いわゆる個人とこちら機関投資家っていうふうに考えていいと思うんですけれども。 NAIM ですね。で、個人のセンチメントは引き続き、えー、このスプレッド、ブルベアのスプレッドで見ると、強気なところなんですけれども、アクティブマネージャーは、まあ、すでに中立圏に、えーうん、ダウングレードされているということですね。あの過去の数字を見てると、でどちらかというとこの、こ、えー、のアクティブマネージャーの、えー、このインデックスですね。こちらの方が 最もらしい動きになってきていると思うんですけれども、まあ、要,要は、えーまあ、基幹投資家のマネージャーは、す、え、で、ー、にそれほど強気ではないというような形になっているということですね。で、ッ i x ですけれども、これは8月にスパイクつけた後一旦落ち着いてたように見えたんですけれども、まあ、再び、えー、上昇傾向にあるということですね。で、まあ、今後は、まあ、景気動向がどうなるのかということに加えて、大統領選挙に絡む、まあ、いわゆる、まあ、ノイズみたいになっちゃうと思うん ですけども、えー、これも加わるので注意が必要というふうに考えています。で このセクターとかスタイルのローテーションを見ていくと、ま,あ、まずセク,、えー、セクター別ですね、これは8月は、えー、景気後退を織り込むようなローテーションというふうになっています。で、強いところが生活必需品、不動産、ヘルスケア、公益といった、うんまあ、いわゆる本当にディフェンシブなセクターですね、こちらが優位。それに対してエネルギー、消費一般消費財、えー、情報技術、テクノロジーですね、通信。こ、まあ、こういいったいわゆるそのガファム関連のところとろ こちらが、えー、市場を下回るまあそういった展開というふうになっています。でこの動きは8月あ9月に入っても、えー、続いているんですね。であのこのグラフは、えー、この、えー、横軸が えー、8月のリターンで縦軸が、まあ、期間は短いですけども9月に入ってからのリ,リターンなんですけども基本的には傾向としては同じトレンドが続いている強いものが強い弱いものが弱いで、えー、この軸をですねちょうどこの SP500 を中心にこの SP500 をアウトパフォームしたかアンダーパフォームしたかっていうような形で見てもやっぱりこういう生活必需品不動産、えー、公益ヘルスケアこういったところが、えー、強いところになっていくということなので、えー、まあその えー、8月からのこういうそういう流れは変わっていないというふうに取れると思います。で、えー、投資のスタイルで見ると、まあ足元はグロースよりもバリュー。ただし、これあのバリュー被っててもいわゆるシクリカルなあの。 えー、セグメントではないということに注意が必要かなと思います。で、大型か、えー、中高型かこれはなんかちょっと動きは見づらいですね。どちらかに行ってるのか、非常にわかりにくい状況です。で、まず、あ、全体として言うと、やっぱり景気交代を売り込むような展開となっていて、まあ、その、こういうところから解、こういうグラフから解釈すると、まあ、ディフェンシブやクオリティ株を先行しているような。 そういった内容というふうに解釈していいんではないでしょうか。で、えー、季節性ですね、これはまあ例年の話ですけども、やっぱり9月は平均リターンはマイナスで、勝率も40%強ということで、非常に低いというか、年間で一番低い月になってくるので、やはり今月、9月ですね、この秋葉の調整というのを意識して、 しておいた方がいいたがと同時に、まあ、それはおそらく、えー、その後を見ると買い場だというふうに考えていいんだではないでしょうか、まあ、新年に向けて秋,口から秋から、えー、新年に向けてのラリーが期待できるので,でそれに対する準備を考えましょうということですね。で えー、このセントレジャーで、まあよくそのセルインメイアンドゴアベイの話がありますけれども、えー、これは私も去年からこれをこの話をしてますが、ドンカンバッカーというセントレジャーでということで、今年のセントレジャーでーは9月の10日の土曜日なんですね。えー、で、イギリスの<お>その<う>今週じゃないですか。今週末。そうですね。うん。 <laughs> まあ、ただこの14日まで帰ってくるなという話で、<laughs> 14日が過ぎたら、いきなり買いましょうという話かどうか分かりませんけれども、<laughs> えー、この今週の末ですね、えー、こういうダービーがあってです、ね、これをセントレジャーでなって、<laughs> セントレジャーステークっていうのかな、えー、こういうダービーがある日なんですけれども、でこのその後あのゆっくりあの戻って仕事しましょうという話ですね。 はいえー、それでただし今年は大統領選挙年な,、ね、なのでこのまあサンプル数は年い随分減ってはし,しまうんですけどもこの大統領選挙年だけ見ると。 えー、統計的には9月よりも10月の方が厳しいということ、これも意識しておいた方がいいかなと思います。えー、ただし、その後は、まあ、いずれにしても新年に向けての会話であることには変わりないということで、11、12、えー、は、えー、プラスのリターンになりますし、勝率もぐんぐんと上がってくるということですね。ですので、例えば9月勝って、10月下がったから慌てて投げないようにということを、まああの。あらかじめあの、うん 心に留め置かれているといいんじゃないでしょうかということですねただもう本当にですねあのー、YouTube の、まあ、私もう内容はもう、まあ、あの見ませんけれどもいろんな方のですねただやっぱりサムネイルを見るとやっぱりもうここから先のそのアノマリーを意識した えー、方非常に多いのでこんなにみんなに知れ渡ってしまっても役に立つのかどうなのか <laughs> 不思議ですよね本当にねうんで結局でも役に立ったって話になりそうなんですけども<笑><笑>えっとただまあそういう意味ではあの皆さん意識しておいて、えー、いいポイントの一つなのではいあのお願いしますでえー、っとはいまとめということですけども えーまあ、景気動向、製造業を中心に低調、労働市場も減速中で、金融政策はインフレ鈍化は継続したけれども、まあ、フェドがこの、えーえー、景気減速をどう認識しているのかということですね、このあたりをに注目したいなと思いますで。バリエーション、これは再び割高圏、ただそのガンファンプラス N ビデオを除くと、まあ、中立ぐらいでしょうということですね。で、えー、企業収益、これ、ボトムアップは OK だが、トップダウンは予断を要求さずこれは前回と変わっていません。 でセンチメントは、えー、ビッグスは一旦落ち着いているけれども、足元で再び上昇、うん、傾向ですで、これもシステマティックなトレードが、えー、また絡んでくると、いきなりなんか、えー、スイッチオンみたいになってしまうので、えー、その時に皆さん見て、これを見て慌てないでいただきたいということですね。で、投資スタイル、これはローテーションはディフェンシブへ展開しているということで、やはり景気減速を非常に意識した形となっています。 であ、いよいよアノマリーはいよいよ秋口の調整局面ということで、まあ、市場はですね、非常に、えー、景気後退を意識している状況で、まあ、ここから先は大統領選挙に絡むリスクにも注意するということはあるにしても、もし本当に下がるんだったら、その時にに、ね、何を買うのか。まあ、指数で,で…あのう やってらっしゃる方は、本当にそれを継続されて、さして、下がったところであのか、えー、ボカを下げるというような形でいいと思うんですけども、個別でやられる方は、えーまあ、ここで何を買うのか、まあ、できれば本当にちょ、あの えー、ボラティリティの高い銘柄で値、ね、幅を取るというのもいいでしょうけども、えー、せっかくの、えー、買いの後期であると,ということを考えると、長期で持てるような銘柄を、えー、じっくり仕込,んでいかれ仕込んでいくのがいいんじゃないのかなというふうに私は思っています。ですので、まあ、買い物リストを、うんえー、準備しましょうということでででですすすすねねね、はい、以上になりりまそ、まあ、そううよ、ね、でも選挙内はやっぱり10月の方が悪いんですね。 でも今年もなんかそう,そういうような匂いっていうか暗雲は9月より10月なんですかね。まあ、あの下がった下がったって言っと、うん、SP500 は高値からまだ5%以外しか下がってないんですよね。まあ、そうですね、1 0 0の方が値下がり率は大きいし、ソックス指数に至っては、この前7月から8月の7日でしたっけまで25%下げたんですけど、えー、先週末までに23%ぐらい下げてましたから、うん、まあ、それに。 加えて円高ということで、日本人が感じる痛みっていうのは、SP500 なんかよりもずっと大きいというようなことですよね、きっとね。うん、まあ、あの実際、どちらかというと、私もその、まあ、株式市場そのものは、まあ、これはまだ全然。 大したことないじゃんと思ってるんですけども、えー、の為替はやっぱり結構お答えますよね、一番高いところは160円ぐらいあったわけですから、えー、で足元142円近辺、おそらく20円ぐらい円高になってるわけなので、あの慣れてない人は本当になんだこれあっていうふうに思ってらっしゃる方、多いんじゃないいいですかかねはりました、まあ、いずれにしても慣れちゃいけないということで、ここだけは、まあ、私も大倉さんも多分一致してるんじゃないかなと思います。 はいじゃああの大倉さん今日もどうもありがとうございましたはいどうもありがとうございましたはい失礼しますはい失礼します。はい失礼します